はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、10月30日金曜日ですね。朝6時7分になりますけども、昨日までの上値動きで、半値戻しの後急落に備えろということでね、確かに半値戻しの後急落はあったんですけども、その後ね、ぐーっと急騰しました。これは何が起きたんでしょうか。まあ、アメリカの株式、こちらの方にもね、大きな動きがありまして、そこと連動してドル円の相関関係が崩れてきたのかなと思います。まあ、崩れたっていうのはね、正確ではないかもしれません。自分が考えている値動きと違う動きが来たら、値動きが崩れたっていうのはね、もうすごく主観的な話ですよね。自分勝手な話ですよね。まさに私たちは相場に合わせて考えていかないといけない。それがテクニカルなのに、自分のテクニカル予測がなんか違ったらね、相場が崩れたって言っちゃうんですよね。だからそういうところでね、自分の考えを修正していかないといけないなと思うわけなんですけども、しかしね、昨日の値動きはね、本当に、驚きましたね。こういうことがあるんだなと思うのと同時に、今度とアメリカの、ね、大統領選が11月1日にありますよね。ここでもね、大きく値崩れしますんで、ちょっとね、月末でもありますし、それから11月の2日から相場がまた吐き始めて、2日3日と動くんですけども、かなり慎重に見ていかなくてはいけないのかなっていうことを前提としてお話していこうかと思います。それでは画面を切り替えて日足から見ていきますね。いや、本当にね、この値動きはね、すごいですね。1日にしてここまで動くとはね。はい、じゃあ画面切り替えました。これが日足なんですが、まずね、いつも通りこことこことここ、ちょっと線を引いてみましょうか。こういう風になってね、この移動平均線、日足ではまだ下の方向にトレンドが向いています。まあ、こういう風な形でね、全体的に見ても下目線なわけですよ。この日足を見た時に、下目線なのか上目線なのか分かりますよね。明らかに下目線ですよね。売りに向かってるわけなんですよ。まあ、だから瞬間的に上がっても結局はトレンドの方向に戻りますんで、売りのポジションを崩さない方がいいかなと思います。はい、これもそうですよね。もう売りポジション、もう売り目線なわけですよ、どう結んでもね。で、ここで売りに転換してると見える、トレンドが売りの方向に向かってるわけですから、瞬間的な吹き上がりがあってもですね、結局売りの方向に向かうというのがテクニカルです。まあ、ですんで、昨日の、そうですね、朝とか昼とかエントリーしちゃうと、ロスカットはさすがに食らったと思いますけども、そこから様子を見て、上がりきったところで、まあ、売りにもう一回かけていくとかね。さすがにこれだけ長い陽線をずっとね、含み損で、ロスカットもかけずに維持できるってことはないと思いますんで、それはそれでおかしいですからね。まあ、ですので、ここから売りにかけるのは悪くないと思います。1時間置いてみますね。半値戻しがあったのっていうのは、まあ、こういう風に下がってきて、そうですね、まあ、これが上昇トレンドに向かってるとはとても思えないですね。で、この下に向かう流れがあって、この吹き上がりは何がしかのイレギュラーがあったとは思うんですが、まあ、でもやっぱりね、まあ、私はこれ下に向かうと思ってます。4時間とか1日っていう強い時間軸がやっぱりトレンド下ですから、1時間はね、これを機会に上昇トレンドに向かう。まあ、上昇トレンドはどこでもこれ見ることができないんですね、ちょっとね。まあ、上昇トレンドが見えない限り、瞬間的な吹き上がりでしょうね、これはね。繰り返しそういうふうに思いますし、まあ、そう思いたいだけかもしれませんけどね。まあ、いずれにしても今日はエントリーはしないと思いますんで、しっかりと、昨日イレギュラーなね、大きな流れがあったわけですから、しっかりと一日様子を見て、それから私たちは、ドル円をやってますからね。アメリカの大統領選っていうのは、直接的に、関係があります。ですので、こういうふうな時は、材料という形で、異認識して、無理に勝負をかけない方がいいなと思います。ちょっと見えないですからね、どっちにしても。これでエントリーを考えるっていうのは、なかなかのつわものでございます。はい、私はね、そこまでのつわものではないので、ちょっとこれはわからないなって時はやらないというね、そういう選択をしていこうかと思います。まあ、昨日まではね、
予想通りになっていましたし、まあ、予想通りになった後は予想通りにならない、もしくは予想がつかない動きっていうのが来ると思います。この繰り返しでしょうね、きっとね、うん、ということで今日は以上ですね、うん、月末もう今月ポジションを持つことはないです。なんとかマイナスにはならなかったんですけども、まあ今月ね、ぶっちゃけ10万円もプラスにならなかったですよ、うん、まあでもマイナスにならないだけいいですよね。しっかりと相場解説も苦しい中やってこれましたし、3週目と4週目のちょびっとですかね、取れたのは本当に勝負になったのは賞味1週間分ぐらいだと思います、今回は、うん、まあ、反省が多いというよりも反省材料が見つからないんで、反省材料すら見つからないぐらい私には難しい10月でしたね、皆さんも結構ね苦しい思いしたんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。